株主優待25個目の紹介はオチホールディングスですこちらがその会社のホームページですこの会社は年に1回2,000円分のクオカードがきますそして先週このクオカードが届きましたそしてこちらは配当金の推移ですけれども少しずつ上がってきています そしてこれは平均取得単価と今の株価なんですけれども今売れば2万6,000の利益になりますがここに至るまでには結構苦労がありました株の取引の中に立ち合い外分配という制度があるんですけれどもこれについてはまた詳しく述べますがこれでひどい目にあったんです 一時期立ち合い買い分配にはまっている時がありまして当たったらすぐその日に売って利益を500円でも1000円でも出すっていうやり方をやってたんですけれどもこの銘柄は買ったその日からどんどん下落が始まりまして最悪の時には1000円を切ってた時があるんです。 このチャートがその時の様子なんですが1000円ぐらいのところを1年間動いてなかったんですこの最中に何回か買い増しをしまして平均取得単価を1226円まで下げることができましたこの件があってから立ち合い買い分配をする前に企業の分析を一応するようにしましたなのでそれからはすごく下がってしまって含み損っていうことはないですね あとこれを言うと株やってる人に結構批判受けるんですけれども基本損切りはしないですね10年以上やってて損切りやったのは確か2回しかないと思いますそういう損切りとか難品とか立ち合い買い分配の話は投資分野の動画を作るときに詳しくやりますので今回はこれで終わりますこれで株主優待25個目の紹介を終わります